日ハム、レフト野村のまずい守備をきっかけに逆転される。レフト野村、ジャンピングキャッチ失敗でツーベースに。解説、普通のレフトだったら取ってますよ、イージーで。これ取れない。最後のピョインってジャンプくさ。うん、下手わら。下手くそすぎるだろ。何今の。野村ほんま下手やな。今の地味にひどくないか。本職外野手なら。これ外野手なら取れたやろ。パワプロの操作ミスかな。なんやねん今の。レフトやばすぎだろ。追い方が下手な人のそれなんだよな。野村下手すぎる。なんで今川が DH で野村が守備についてんだよ。取り方素人かよ。ぴょんぴょんしてて草。急増レフトはこういうの難しいやろな。野村に守らせるってのはそういうことやろ。進塁打、タイムリーで同点。もったいない1点だよ。これは野村のせい。うんこの。さらに連打で逆転される。伊藤も集中切れたか。普通に打たれすぎや。